原田エリカは日本の女優、ファッションモデル。韓国でも活動している。フラーム及び BH エンターテインメント所属。1997年9月19日千葉県、君津市出身。田んぼが広がる、のどかな風景に囲まれた地域で幼少期を過ごす。4歳と2歳年上の2人の姉の影響を受けて、幼い頃からファッション雑誌を読み、密かにモデルへの憧れを抱いていた。 身長は小学生の頃から高く当時やっていたバスケットボールなどで生かした。2014年春、千葉県内の女子高校在学中にアルバイトをしていたマザー牧場でたまたま家族サービスで牧場に来ていた今の事務所のマネージャーによってスカウトされフラームに所属。高校に通いつつボイストレーニングや演技のレッスンを重ね同年9月に 韓国のアイドルグループ少女時代のディバインのミュージックビデオに出演して芸能活動を開始した。2015年4月に事務所の先輩である有村霞の主演映画、映画ビリギアルの完成披露し社会に訪れた際、有村のマネージャーにより、東電ちゃん TMK がすごいです。とツイッター上で紹介されて話題を呼んだ。 サンケイスポーツの2015年5月4日付の記事、気になる、あの娘 GW コレクションで紹介された。2015年7月にフジテレビ系の月9ドラマ、恋イ中第一話へ、ゲスト出演して、女優としてデビュー。7月14日に公式サイトを開設。同年9月には、芸能活動は、ほとんど未経験ながら、 芸能事務所各社の期待の新人20から30人が集まったオーディションを勝ち抜いて、ソニー損害保険のイメージキャラクターに抜擢され、CM 初出演を果たした。高校卒業後の2016年4月より、芸能活動に専念、同年5月に上京して、ワークショップにて演技のレッスンを受けつつ、女優とモデルの両立を目指し、2016年7月より、放送のテレビ東京、 声こいに主要キャストで出演、連続ドラマに本格的にデビューした。2016年8月10日17日放送の昼なんです。の企画、夏の大挑戦。富士山にもう一度登りたいにてるの武しマイケル富岡と共に富士登山に挑み、初めての本格的な登山ながら悪天候の中東町に成功した。 2017年12月発売のファッション雑誌、モア2018年2月号より、同志専属モデルに起用された。元よりモデル志望で演技に自信が持てず、オーディションに落ち続けて、もうこの仕事辞めたいと事務所に伝えた直後に受けた2018年公開の映画、寝ても覚めても、のオーディションで、ヒロイン、調子役に抜擢された。同作は、第71回カンヌ国際映画祭の、 コンペティション部門に出品され、東電本人も映画祭に参加。5月14日に公式上映が行われた。第66回サンセバスチャン国際映画祭で上映されたほか、第43回トロント国際映画祭、コンテンポラリーワールドチネマ部門、第56回ニューヨーク映画祭、メインスレート部門に正式出品。東電は同作の演技により、第42回、 山地文子映画賞で、新人女優賞、第40回横浜映画祭で、最優秀新人賞を受賞。それまでの苦手意識を克服し、できないからやめたいから、できないから知りたいへと、前向きに演技に臨めるようになった、女優として、天気となる作品となった。一方で、2017年には、韓国の芸能事務所、BH エンターテインメントと専属契約を結び、 LG エレクトロニクスのスマートフォン V30 の CM に出演して韓国での芸能活動を開始。同年11月にはブラウン・アイド・ソウル・ナオルの新曲エンプティネス・イン・メモリーのミュージックビデオに出演。2020年不倫問題の影響でレギュラーとして出演していた TBS 病室で念仏を唱えないでくださいについて第2話以降が降板となり、 テレビ東京ではオムニバス連続ドラマ100文字アイデアをドラマにしたの東電の主演で2月3日10日に放送予定だった第5.6話が別番組に差し替えられたさらに専属モデルを務めていた雑誌モアでは1月28日発売の号が最後の出演となった2020年12月週刊女性は東電の近況について 所属事務所の事務仕事をこなす一方で、声優の勉強をしていると報じている。2020年12月19日発売のカメラ、写真の専門雑誌、日本カメラ2021年1月号市場で、ミラーという連載を開始したが、同志が2021年4月20日発売の同年5月号で、休刊したことに伴い連載は終了している。千二十一年九月、ファッションショー。 楽天ファッションウィーク東京 2022SS で発表される短編映画サムシング・イン・ザ・エアに主演し1年半ぶりの女優業再開2017年には広瀬良子に続く青春派女優などとして韓国内で注目を集めていると報じられた東電はインタビューで韓国語を勉強中で2018年から韓国人の家庭教師の先生についてもらい マンツーマンで習っていることや、また、韓国の事務所の人からは、カラちゃんと呼ばれ、娘のように接してもらっていることを明かした。フィルムカメラも、趣味で、普段から持ち歩いている。現場でよくシャッターを切っている。東電によると、私は、好きな人しか撮らないし撮りたくないから、自分もそう思ってもらえるような人でありたいなぁとよく、思いますという。2019年、雑誌。 日本カメラ1月号で、東電の連載がスタートした。連載名は、字を読む。第1回目は、祖父のフィルムカメラで、東電が初めて祖父母を撮影した写真が掲載された。三姉妹の末っ子。姉について、東電によると、上の姉は、芸能人が大好きっていう人で、下の姉は逆に興味がなくて、妹が私ということすら隠したがるような人という。 2019年3月、自身のインスタグラムで、母子家庭育ちで、母は仕事であまり家にいなかったことや世話になった姉が、結婚したことなどを公表した。また自身のインスタグラムで、祖父や祖母の存在を明かしている。東電によると、祖父が畑をしているので、実家から野菜をたくさん送ってくれるという。2020年1月23日、 映画、寝ても覚めても、で共演した俳優の東出正大との不倫が、週刊、文春で報じられ、さらに、スポーツ紙などが東出と東電の不倫を報じた。これを受けて、東電の日本の所属事務所は、本人は、軽率な行動を深く反省しておりますと不倫の、事実を認めた上で、自身の弱さ、愚かさ、甘さを深く受け止め、向き合いたいと思っていますとのコメントを発表した。 また、韓国の所属事務所は多くの方々にご迷惑をおかけしてしまい、心よりお詫び申し上げます。とし、大きな傷を負ったご家族やファンの方々、関係者の方々に深くお詫び申し上げます。とコメントした。また、同日に東電のインスタグラムのアカウントが削除され、27日から公式ブログが閲覧不能となった。 日本の所属事務所の公式サイトも27日から閲覧不能となったが、翌月までに完全に復旧した。ありがとうございます。